車いすバスケットボール香西宏昭選手。日本代表の香西選手は2年前の世界選手権でチームの得点王になるなどポイントゲッターとして東京パラリンピックでも期待の選手。しかし現在は新型コロナウイルスの影響で自宅でのトレーニングを強いられています。器具もなかなか限られている中、トレーナーさんと、連絡を取りながらやってるんですけど、基本的に体幹のトレーニングを今も継続的にやっているという状況です。12歳で車いすバスケを始めた香西選手は、ちょうどこの頃競技人生に大きく関わることになる日本代表の及川晋平監督と出会います。今自分があるのは、まあ、あの及川監督と出会えたことが間違いなくあると言いますか。高校卒業後、本格的に車いすバスケを学ぶためアメリカの大学へ進学。それを後押ししたのも及川監督でした。及川さんが思う考えることを僕に伝えるっていうよりかは、逆に僕に質問をしてくれることによって僕がそれを答えて言って、あ、留学したいんだなってこう思えたんですね。全てのその重要な局面っていうんですかね、その岐路みたいなところにはいつも及川監督がいてくださって。及川監督と共に4度目のパラリンピックへ。その道しるべとして自身のスマートフォンには東京大会の金メダルの写真が。手に取ったことはね、今までないので、少しでもこう現実味を帯びるというか感じたいなって思って、スポーツを好きなことができているっていう感謝の気持ちを表すことをしながら、僕たちの目標である金メダル獲得っていうふうに目指していきたいというふうに思っています。